皆さんこんにちは、イオです。今回は推しの子のボケテをみんなで見ていきたいと思います。この動画がいいと思った方や推しの子見てるよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。最初はこちらから、推しの子に登場する愛ちゃんと潜在が映ってますね。どんな関係性があるのでしょうか。潜在は汚れを落とす、アイドルは恋に落とす。確かにアイドルはファンの潜在ですね。次はこちら、男の人が泣いていますが何があったのでしょうか。違う意味で目を奪われてる。次はこちらの画像、推しの子第7巻の表紙ですが、推しの子ではないみたいですが何なんでしょう。日の子、なぜか気になる。どんな話になるか気になりすぎて夜しか眠れなくなりますね。さあ今度こそ和推しの子であってほしいですが何なんでしょうか。どこの子、マリオのお話になっちゃった。続いてはこちらの画像です。推しの子の名言ですが、どんな名言なんでしょう。殿堂入りを夢見るのは良いが、殿堂入りに夢を見るのは良した方がいい。矛盾してる、小泉構文になってる。次はこちらの画像です。小学生の憧れの人ランキングがありますね。第5位は誰なんでしょう。推しの子、人じゃなくて作品名が入ってる。だけど俺の憧れは推しの子です。こちらの画像は有馬かなちゃんがニュースに出てますね。なんと紹介されてるんでしょう。10秒でおもちゃを取られる天才子役、のび太もびっくりだよ。こちらの画像は愛ちゃんがこちらに指を指して何かを伝えてますね。何を伝えてるんでしょう。重大な役目任されちゃった。けどこんな可愛い子に言われたら断れない。この画像は愛ちゃんが血を流してますね。何があったのでしょうか。息子を食べたかったけど美味しくなかった。グールやん、絶対食べないようにしてください。こちらの画像は愛ちゃんが何か言ってますね。なんて言ってるんでしょう。愛は男なんだ。衝撃の事実、衝撃のカミングアウト。こちらの画像は推しの子のキービジュアルですね。やあみんな、俺だ。今俺が見ているのは人気だ。だが俺の人気はもう薄い。それじゃあ久々の登場、これからもこの方を忘れないでください。次の画像はルビーちゃんが暴言を言ってますね。何があったんでしょう。すいません、よくわかりません。まさかの尻に切れてた。 AI にもわからないことがあるんですね。続きましてこちらは重曹でおなじみ有馬かなですが、何か舐めてますね。一瞬は悪米に見えたのは俺だけだろうか。僕もだよ。悪米じゃなくて重曹を舐めてるんですね。こちらは可愛らしいキャラクターが何かを見てますね。筋肉系 YouTuber ピエヨン、ピエヨンのリアルバージョン。そして色が抜けてしまった。最後はこちら、これは誰かの能力的なものでしょうか。星のアクアルビー、アクアが唯一苦手なもの、それは人間性です。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰る。